し、なんかいつもスマホいじってるし、ほんとはテンション高いのに私といると超低いし、なんなん自分ありえなくない、嫌いたい嫌いどうでもいい。だったら僕も言うけどさ、ちっちゃいことですぐ怒るし、言い返したらすぐ泣くし、ごめんって言っても許してくれないし、その割一夜が明けちゃえばケロっておはようとか言うし、あなんて罪深い人なんだ、畜生も知らないぞ。甘い甘い恋の魔法箱、宇宙味の不思議なチョコレート、二人だけのデコレーションを散りばめて彩って食べちゃおうか、苦い苦い愛の玉手箱、未来味の不思議なチョコレート、温めて混ぜたらきっといつかお口に合う味になるの。ねえねえちょっといいかな。なんであのねごめんね、何もいつももやってなるじゃん。それで今日はこれを渡したくて、言葉じゃ足りないからさ、だから受け取ってくれないかな。何も一緒にいてくれてありがとう。わあ、なんだよそれ。あなたの優しさについつい甘えちゃう、誰よりも近いから素直になれない、君の一生懸命さをついつい忘れちゃう、誰よりも一番大好きなのに。甘い最初のチョコレート、二人だけのイノベーションを探し、組み立てたらにぎわおうか、苦い苦い日々の化粧箱、世界味の最初のチョコレート、冷め切って割れないように大事に包んだ生涯の完成まで。やめる。